はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。はい、まあ、そのねありがとうございますのね、感謝の気持ちをね込めまして、今日はねステールスプレゼント企画やっていきたいと思います。はい、まあ、今回ね、サムネの方にはもうプレゼント企画とかは書いてないです。あとツイッターとかでも宣伝はしないです。もうたまたまこの動画をこのサムネでね、普通のサムネでね、あの開いてくれた方限定のプレゼント企画です。まあね、大体プレゼント企画ってその新規の人をね、こう獲得するためにやったりするんですけど、まあ今回はね、普段あの見ていただいてるね、その視聴者さん限定のプレゼント企画をやっていこうかなということでね、はい、ステールスプレゼント企画になっております。期間がですね、この動画アップしてるのが12日、3月12日の、18時だと思うんですけど、18時。でいけるね。はい。で、応募の締め切りが3月13日の18時。まあ、24時間ですね。はい、24時間、応募受付しております。で、内容はですね、1年前にやってたあの100日連続プレゼント企画の、あれと同じでいこうかなと思います。はい。コメント欄の方に、まあ、この動画のコメント欄の方に、00から99の間の数字で好きな数字をただ書くだけですね。はい。もうそれで応募完了です。で、絶対に編集はしないでください。もう編集したやつは基本的に当たっててももうそれは弾きます。ちょっとね、ルール上編集されるといろいろ不都合なんで。だからどうしても数字変えたいときは削除して書き直すと。で、2つコメント残してるのも基本的にはもう、対象外とさせていただきますので、そこだけちょっとルールね、はっきりさせておきます。だからそれだけちょっとね、注意していただけたらなと思います。で、別の動画で抽選もやりますんで、でまあ、サイコロ2つ振って、数字を出して、当選者を決めると。で、もし数字かぶって応募されてても、A さん、B さん、C さんが同じ50でね、50で書いてて、50が当たって、3人おったとしても、まあ、それは決勝抽選という形でね、はい、再度抽選して1人に絞りますんで、はい。だからもう好きな数字書いていただけたらいいです。ただ、6番とかの時は06って書いていただけるといいですね。06って書かないと多分ね、こう、検索するときに引っかからないんで、はい。で、必ず2桁、01とか06、99とか、そんな感じで、書いてください。まあできたら半角でね書いていただいた方が確実かな。一応目でも探しますけど、はい。まあステルスなんで多分応募数がね少ないんで当選確率高いんじゃないかなと思いますけど、できる限り書いていただきたいな。じゃないと何回もその抽選することになる可能性があるんで、なんか多分5人ぐらいしかコメントくれてなかったら、かなりその5人に当てるまでめっちゃフラントダメとかね、なってくるかもしれないんで、ぜひね、お願いします。そんな、まだこれ見た方もできたら、ツイッターとかそういうのでもうつぶやかずに、はい、もうステルスでひっそりとやっていきたいなと思います。はい。まあ、当選された方はね、もうつぶやいてくれても全然 OK なんですけど、で、ね、こんだけ引っ張って何当たるんやっていう話ですよね。今回ね、プレゼント企画、まあ、1名限定にはなるんですけども、今話題の、これは何て読むんだろうな。バンドルでいいんかな。バンドルコンプリートエディションでいいのかな。読み方間違ってたらごめんなさいね。これの英語版というか、英語版しかないみたいで。まあ、これを1名様にね、プレゼントしていこうかなと思います。はい。ただね、ただじゃねえわ。これがね、なんでね、こんな形になったかって言いますとね、まあこ、もともと日本語版ばっかりこう開封していってたんですけど、でまあオリパ作ったりやってたんですけど、これ英語版なんですよ。日本語版やと思って買ったら英語版しかなかったっていうね。まあそれで英語版混ぜるのもあれだなと思って、どうしようかなと思って、でもうプレゼント企画にしようかなということでね、はい。まあ100日連続プレゼント企画からもう1年経ってます。そろそろねまたなんかやろうかなということで、今回これをプレゼント企画にしてみました。まあね、最近ね、あまりこの商品の確認をせずにね、ちょっと予約したり買っちゃう癖があってね、ちょうどツイッターでね、結構有名なキューブさんっていうブログ書いてる方いるんですけど、その方結構いろんな販売情報とかね、ツイッターでつぶやいてくれるんですけどね、それ見るたびにね、なんかポチっちゃうようになっちゃって、このバンドルとかね、30
何でしたっけ、アニバーサリーエディションでしたっけ、なんかあれとかもそうなんですけど、キューブさんのやつ見てね、あ、ポチっとこうと思ってあの人ね MTG 以外もねつぶやいてるんですよね。だから結構ね関係ないやつとかも最近ねあのポチってしまっててなかなか困ってはいるんですけど、でもねなんかポチっちゃうね。寝ぼけてる時とかもなんか知らん間に注文してるやつとかもあったりするんでね、まあ、もしかしたらそういうのもそのうちプレゼント企画に回るかもしれない。ただ MTC 以外だとあんま意味がないんでちょっと微妙な感じはするんですけど、はい、まあ、基本的にこの動画見てくれてるのは MTG プレイヤーだけだと思うんで、ね、はい、まあそんな感じで、で一応ねこの動画あのこの後普通にデッキ紹介はやるんですけども、まあ、あの冒頭こんな感じでプレゼント企画挟ませていただきました。もうぜひねで、参加していただけたらと、もう本当気軽に、で当選した方にはコメントで、返信っていう形で、まあ、送り先とか、まあ、そういうのを聞きに行くんで、まあ、それで、はい、あと対応していただけたらなと思います。あとはいうことはこれだけで大丈夫かな。今回ね、概要欄の方にね、まあ、ステルスなんで、詳細書きません。もう、この動画のこの喋ってるのだけ、まあ、かなりシンプルだと思うんですよ。もう本当00から99、99までの数字、好きなやつをコメント欄に書くだけなんでね。はい、もう本当気軽に、送料とかも全部こちら負担なんでね、もう気軽に参加してください。はい、いつもの、感謝の気持ちを込めてということでね。はい。さあ、それじゃあね、デッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日紹介するデッキはこちらです。今ちょっとね黒タンにハマってまして、まあこのファイレクシアのね闘技場をねどんどん使っていこうということでね、黒タン今やってるんですか、抹消者とね、まあ、ここら辺でねなんか殺意マシマシな感じのデッキをね完成させたいなということで今いろいろ触ってます。まあ、まだあと 2,3 回はやるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ今回ねこんな形で、はい、構築してみました。さあそれではね早速やっていきましょう。まあ墓地の侵入者がね今回は4枚新しく入ったんですけど、さあそれがどうなるか、はい、やっていきます。はい、プレイ。対戦相手先行、黒か、微妙だな、一旦待とう。いやーもうこれも待とう。ここで闘技場、まあ、相手黒なんでね絶望将来じゃないとちゃんと割ってこれないと思うんで、次3マナで戦慄の闘争で絶望将来あれば抜きに行こうか。お、そうだね、まだ今土地4枚だからね、このタイミングだね。さあ戦慄の闘争、おー、なかったけど、ブラスカか、ブラスカ捨てようか。どうしようかな。ごまなか。
ちょっとダメージ減らしに行こう。さあブラスカ来るかな。これだったらきましたね。まあまあドローはさせますけど、で多分リリアナを殴ってくるよね。まあ、次土地に殴られるかもしれんけど、これが一番ライフ減らないんじゃないかな。さあ絶望将来いいですね。ダラック引いたんでこれでライフ回復もしていけると。侵入者を出して直令構えときたい。いやー2体出すか。で相手の反動を削ってからの抹消者シェオルあたり行って追い詰めていきましょう。さあ殴っていく。さあ追加の侵入者。まあ、これはもう全然 OK ですね。さあ直令とりあえず一発殴って、セオルと抹消者。なかなか絶望的な盤面。対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープします。さあ次土地を引くかどうかがかなりでかい。そしてお相手はリアニ。リアニだけどどうだ、土地来い。ケイヤ、これはクリーチャーエンチャントのうち、うわエンチャントもやられるのか。早めに墓地の侵入者引いてほしいですね。墓地の侵入者が来てほしいところだが、リアニオターンはまだ回ってこないんで、まあ勝者から行きましょう。あ、やばい、リアニ可能性あるわ。こいつ殴ったらごまらになるんだ。いやでも殴ってこれんだろ、抹消したわけに。よしよしよし、さあ土地は引かんかったけど、戦慄の闘争。あら、そうか、一応抹消者が2体でやってきた時に切り崩しでね。向こうのあの切り崩し多分当たるんだよね、これ11になるから。でもこれはどうしようもないわな、これは仕方ない。5の6マナ。そう、そして聖夜が見えてきたのがねきついね。さあ聖夜がもう出てきてしまうしまうがどうする。直令でこれを持ってかれるのが非常にきついんだ。きついな、それ持ってかれるの。さあ絶望将来、剣を捨てますか、土地引いたら出せるのに。もうあくまでもリアニを探しに行くと。助かりましたね、それで行くと。さあ勝利、まあ釣ってきても一応ね直令でなんとかはなる。あ、めっちゃチャンス。さあダック、これはチャンス。さあしよう、
はい、大変ありがとうございました。途中出してターン終了。まあ一応倒しましょうか。さあ闘技場、ここでアドを稼ぎたい。さあベールのリリアナ、どっちが欲しいんだけどね。早く絶望将来を打ちまくりたい。さあクリーチャーが出てくる。さあ抹消者、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。停止デッキか、これはかなり戦いやすそうですね。さあ土地を出してターン終了。まあ相性的にはかなりいいかなと。特に先行取った時停止デッキには多分負けないと思う。ターン終了。めっちゃ煽ってくるな。そんなに煽らんでもいいやろ。今なんでこれ1マナ残したんだっけ。明らかに1マナ残すのおかしい。しかしなんかこちらも全部これで枯渇ですね。まあ、土地だけが伸びてるっていう感じですね。強すぎる。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープします。まあ一応ハンド見るところから始めますか。赤タンか。クマのがめんどくさいか。とにかくこちらとしてはシェオルを出したいという感じですね。違うシェオルが3枚来た。まあ、とにかくこっちを引いてほしいですね。こっちさえ引けばという感じはありますけど。わあ、やばいな。土地引かずに行ってまうかもしれん。土地は引いてほしいよな。とにかく土地引いて。土地引いて。なんとか土地を引いてほしい。とにかく土地引いてください。土地引いて、とりあえず1枚土地引いて、まあ、1枚引いたらもう多分勝ちだと思うんだけど。来ましたね。さあ、パイレクシアの闘技場、これでもう大丈夫でしょう。ライフを削りながら、さあシオル、あ、土地引け。絶望将来。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープします。さあもう1枚土地を引いて4ターン目に抹消者かシェオルか出したいところですね。ターンもらいましょう。さあ直レイ、土地が来たんでどうですかね。抹消者出していくか。で、墓地の侵入者、まあ、これはね大体のデッキが嫌うんで。1-1、もう無視して殴っていこうか。スタート。抹消者、さあ、さあしよう、ターンする。おお、これはどうしようか。セオルでいいか。
大体戦ありがとうございました。さあ7枚できる。ちゃんと追い切れさせるな。そんなカードあるんやね。残念、何もなかったね。先に戦慄の闘争行く？いや違うな、うちの侵入者の方がいいな。めっちゃエンチャント対策してるのがすごいね。まあ殴る。さあだ。さあ絶望将来をいただきに行こう。もっと持ってない。まあギックスの残虐はほぼほぼそれと同じだよね。持ってこれるかな。さあ直礼。さあだ。さあもう一枚土地を引け。おお、これは三枚捨てろか。えぐ。マジか。強烈だな今の。いやいい引きですね。さあアタック。さあ次シェオルがめっちゃ強いね。さあこれで勝ちですね。ターン終了。大体さんありがとうございました。さあ戦慄の闘争。あーサリアか。サリアはダメだね。さあリリアナ。イラスト違うやつはもうなんか効果読まないとわからんからな。何だろう。
どうする？これ。これで倒すか。イラストが違うか分かりにくいな。俺デミマッショウシどうするかな。抹消者をバウンスとかしてくるかな。もしくは出してきましたね。まあ殴るか。ロックはしてこうわな。ギリやら。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。黒タンミッドレンジということで、まあまだ調整はね続けると思うんですけど、なかなかやっぱり殺傷能力というかね、殺意がすごいですね。シェオルと抹消者と絶望将来、ここら辺が特にねすごいなと思うんですけど、まあただドローがね、この闘技場で行くのか銀行破りで行くのかがちょっと今悩んでますね。銀行破りの方がいい部分もあるし、闘技場の方がいい部分もあるし、そこがちょっとね悩ましいところだなと思ってて、特にミラーの時に銀行破りすごい強いんですよね。闘技場逆にね絶望将来とかで潰されるんで結構微妙だったりすることもあって、ちょっとそこがね課題かなとは思います。はい、まあまたちょっと調整は続けていこうかなと思います。はい、まあそんな感じで、黒好きな方はぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。